タイチ TV。 はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日は腸内環境のお話をしていきたいと思うんですけれども、その前に、今日ねちょっとピーコがいません。最近動画でもピーコが喋らない回とかも実はあって、ずっと見てくださってる方はねどうしたんだろうと思った方も中にはいらっしゃるかなと思うんですけれども、ちょっとねこのパソコン上のっていうとちょっとピーコに怒られちゃうんだけど、パソコン上のちょっと設定がなんか変わって、そのピーコの声出すのがちょっと難しくなっちゃったっていうとなんかピーコに怒られちゃいますよね。はい、っていうなんかいろいろねありまして、今ピーコの声が出せてないんですけど、明日の動画からね、あのピーコの動画出せるように、ピーコの声出せるようになりますので、またねお待ちいただければと思います。今日はピーコお休みということの、合図として、ひまわりにさせていただいております。ということで今日の本題入っていきましょう。はい、本日はね腸内環境のお話なんですけれども、女性の方中心に、便秘に悩まされている方っていうのもね多いんじゃないかなと思います。本日は、便秘解消の2つをご紹介したいと思います。1つは運動で、1つは、から摂取するものについてのお話ですね。はい、まず運動なんですけれども、これねまた過去動画の紹介になっちゃうんですが、骨盤をね後ろに倒したり前にしたり後ろに倒したり前にしたりっていう、骨盤前後傾の運動っていうのがあります。骨盤テイキングエクササイズなんていうふうにも言いますけれども、そうすると背骨と骨盤周りの動きが非常に柔らかくなります。でこの辺りがね固まっちゃってるとやっぱり内臓っていうのもね動きにくくなるんですよ。で体もねガチガチに固まってしまってると交感神経が優位になって、どちらかというとその消化器官の方に血液がいかない状態になっちゃうんですね。体が柔らかくなってリラックスする状態になると、その消化器官の方に血液が行きやすくなって、消化の機能というのがすごく良くなりますので、今日はね動画説明欄の方に貼っておきます。で最近出した動画にね、動画の説明欄に URL がね貼れてなかったものとかもあったんですけど、今日はね、間違いなく、貼っておきますので、申し訳ありません。ぜひねチェックして見てみてください。それをやっていただくとかなりねこの辺は柔らかくなりますので、腸の動きっていうのがまず良くなるかなと思います。はい、そして第2に、水をしっかり飲みましょうというところです。目安で言うと1日に2リットルぐらいはね水を飲んでいただいた方がいいかなと思います。これはね便秘の方ですね。便秘じゃない方も1リットルはね飲むようにしていただいた方がいいかなと思います。水を飲みすぎると逆に緩くなるんじゃないかって心配される方もいらっしゃるんですけど、その腸内環境を働かせるために実は、もっと多くの水分を体は使ってるんですね。確か8リットルとか9リットルとかそのぐらいの水分を使ってるはずなので、そのぐらい飲んだところで多すぎるっていうことはないんですね。ただ一つ、注意点としては一気に飲みすぎちゃうと、今度はね尿意の方に、出てきちゃうっていうこともありますし、冷たい水をね一気に飲んじゃったりとかすると、体がびっくりしちゃったりとか、体を冷やすことにもなりますので、水ね多少冷たくてもいいんですけど、一気に飲むっていうよりはもう本当にこまめに飲んで、トータルで便秘の方は2リットル、便秘じゃない方も1リットルを目安に、ぜひ飲んでいただければと思います。そうするとね、便の中の水分量っていうのが上がるので異常に出しやすくなってくるかなっていうのと、さっき最初にお話しした、腸内環境を良くするための運動っていうのを取り入れていただけると非常にスムーズに出やすくなってくるかなと思います。結構ね、便秘に悩んでる方も多いと思いますので、ぜひ腸内環境を整えるように、体をリラックスさせるための運動と、あとは水分をしっかり取るように見直してみると、本当に1日 500ml のペットボトルしか飲んでないなっていう方とかもいらっしゃると思うんですね。夏は暑くて汗かくんで、もう結構飲んでるって方もいらっしゃると思うんですけど、日常から1リットル2リットル飲んでる方ってそう多くないと思うんですね。皆さんの自分の1日の摂取量を見直していただいて、足りないなと思う方はぜひ、水をね、普段から飲むように心がけていただければと思います。はい、ということで本日のトークは以上でございます。明日からまたピーコ、復活しますので、楽しみに待ってていただければと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちらのボタンをクリック。過去の動画は上のサムネイルや関連動画などからぜひご覧ください。高評価、ツイッターフォローもぜひお待ちしております。またお会いしましょう。